皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日は箴言2章7節また8節お読みします。主は正直な人のために優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。アメン。まあ、ここではですね、正直さ、そして誠実さについて書かれ語られています。神様は皆さんに正直なもの、誠実なものであってほしいと、そのように願っておられるんです。正直なもの、誠実なもの、そのものには神様が盾となり守ってくださる、その道を守られる、そのように言われるんですね。皆さんは自分でですね、自分を見るときに正直なものだと思うでしょうか、ね、正直でいるっていうことは時に痛いこともあるんですね。自分に不利益があったりですね、時にですね、めんどくさいなと思うこともあるんです。正直でいるためにはへりくだる、謙遜なものになる必要があります。時にですね、自分の非を認め謝る必要もあるんです。で、黙っていた方が目に見えてですね、得をするように思えることもあるし、で、黙っていればもしくはですね、嘘をつけば怒られないで済むということも多くあるかもしれません。私たちはですね、失敗してしまいます。それはある面仕方ないかもしれない。でもその後にどうするか、正直に認めるのか、悔い改めるのか、謝るのか、それとも逃げてしまうか、それはとても大切なんですね。私はこのことに関して苦い思い出があります。高校生の時失敗しました。学校のルールを破りました。先生にですね、このことに関して聞かれたんですね。その時怒られるのが怖くて、私はありもしない嘘をついてしまったんですね。で、その瞬間ね、今まで築いていた信頼関係が崩れ去ってしまいました。私の信頼を失ってしまったんですね。まあ、その信頼を回復するには本当に時間がかかりました。思うんですね、あの時すぐに悔い改め自分の非を認めていたなら、そうはならなかっただろうな、あれは大きな失敗だったな、そのように思います。信頼は気づくのに時間がかかりますが、壊すのは一瞬なんですね。正直であるなら、この信頼は失敗してしまったとしても守ることができます。しかし正直でない時に人との関係にも問題が生まれてしまうんです。正直になるのは時に難しいものです。それは自分を守るためであったり、また自分の怠惰さ、面倒くささが、また誠実さをですね、邪魔することもあるんですね。まあ、先日ですね、まあ、先週ですね、ホームセンターで私は壁紙を買ったり、ね、床を張るボンドだったり DIY グッズをですね、たくさん買ったんですね。まあ、先週合計1万円ぐらいはですね、購入しました、ね、その荷物を運んでですね、車に乗せたんです、ね、大きな荷物から乗せていきました。するとですね、物の陰からですね、一つの70円くらいのですね、物が出てきたんですね。でもよく考えると、それは物の陰に隠れてしまっていて、レジを通っていなかったことに気がつきました。私の中でですね、大きな会議がですね、開かれました。ホームセンターのレジからその駐車場はだいぶ遠かったんですね。70円のもののためにそこを戻るのは非常に面倒くさいなという思いがあったんですね。1万円の買い物をしました。70円十分ですね、ホームセンターには儲けさせてあげたと思うんです。70円のものでもですね、あ、どうしよう、面倒くさいな、どっか置いたりお店の人に渡したりできないかな、どうしようって悩んでいる時にですね、心の中に神様から誠実でありなさい、正直でありなさい、そのように語られました。あ、この声に私は従って、ね、誠実に、たとえ70円の小さい額に思えても正直に歩もう、そのようにしてですね、ちょっと時間が本当はあまりなかったけど、面倒くさかったけど、ね、レジに持ってってもう一度会計を済ませました。
誠実であるということ、神様が求めておられることです。私は神様の前でも誠実でありたかった。だからちょっと面倒くさかったけど、その面倒くささを押し殺してですね、その神様の声に従ったわけです。神様の前で正直でいるということ、皆さんはそのようにありたいと思うと思います。それはですね、同時に人の前でも正直で、また誠実でいるということなんです。私は神様の前に正直です、誠実ですと言いながら、人に謝ることができなかったら、それはですね、神様の前でも人の前でも誠実ではない、正直なものではないんですね。神様の前で私は誠実なものですと言いながら嘘を多くついてしまう、それはね、人に対しても神様に対しても誠実なものではないんですね。神様は皆さんが神の前に、人の前に正直で誠実なものであってほしいと願っておられます。そしてその皆さんを神様ご自身が守り導きたい、そのように思っておられるんです。共にですね、正直なもの、誠実なもの、人に謝れるものになっていきましょう。一言お祈りします。天の神様、ありがとうございます。あなたは誠実なもの、正直なものを求めておられます。どうか私たちがそのようなものになることができるように助けてください。人の前でも、神様あなたの前に、時に面倒くさかったとしても、自分に不利益が生じそうに思ったとしても、誠実でいることができるように助けてください。私たちを作り変え、心を守ってくださいますようにお願いします。感謝しきたいし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしています。 God bless you.